どうも、ドズルです。はい、ということで本日もこちらのゲーム実況をやっていきましょう。動物タワーバトル、やっていきたいと思います。さあ、ということでこちらのゲームね、動物を積み上げていって、相手のメンタルを崩壊させる闇のゲーム。今、アプリランキングでももう1週間以上かな、ずっと1位です。全国のね、もう、どの世代がやってるんだろう主婦？主婦なのか？いや、わかんない。学生さんかな？わかんない。もう、日本中の人がやってやります。こちら、動物タワーバトル。今日もやっていきたいと思います。で、今日は、皆さんに、見てほしいリプレイがあるので、こちら、上級者の技として、皆さんに紹介していきまして、その後に、リアルタイムでやっていきたいと思います。それでは、リプレイの方、参りましょう。はい、解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の解説はかなり冗談交じりにお送りしていきたいと思いますので、まあ、あらかじめご了承くださいませ。さあ、ということで、まずはね、中央そして右左と、まずは土台作りですね。ここの段階でまあ仕掛ける必要はないかなと。お互いね、余裕がある状態なので、まあ、ここはお互いにもう素直に、土台を作っていって、さあ、ここからですね、私のオカピ斜め置き攻めに対して、相手のこの上級者の技、亀の交尾置きですね。こうやって、亀の股間の摩擦力をうまく利用しておくことによって攻撃力が非常に高い攻撃、それに対してドズル選手、このようにオカピを斜めにして、サイドに置くことによってうまく配置を利用していきました。さあ、相手のこのラクダ攻めも非常に攻撃力が高いですが、ここもラクダの挟み撃ち、このね、ラクダの挟み撃ちは結構いいです。はい、キリンだとね、挟み撃ちが皆さん知ってると思うんですけれども、ラクダは転がりやすいんで、今のように、挟み撃ちすることも有効です。さあ、そしてここで引き当てました強アニマルカメ、相手は、オカピを引いてしまって、ここでオワオワの終わりということで勝利です。ありがとうございました。さあ、ということで、気を取り直してリアルタイムでやっていきたいと思います。いや、この動物タワーバトルね、謎の中毒性あるんですけど、さすがにね、さすがに1日に開く回数は減ってきましたでもやっぱ面白いですね。開いてやりだすとやっぱり面白いです。さあ、ということで、いや、今日もね、ちょっとレート上げていきたい。レートが今上がりやすくて、もう本当にね、上がってる人2500以上、レートあったりするので、私ももうその域にね、達せるよう日々精進していきたいなと思っております。さあ、まずは土台作ってって、ここはね、別に適当でもいいんですよ。でこっからですね、わあ、むずっ、ちょっと待ってよ、結構これはね、注意しないといけない配置で、あー、難しいな。シマウマはお尻がでかいからな。 OK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  ちゃんと置いていくと。あ、キリンとかやっぱ攻撃力高いですよね。攻めのゼロキリンって言って、ゼロキリンは結構傾斜をね、作ることができるんで、攻撃力が高い強動物ですね。さあ、ここはハメ技していって、さあ、相手が攻撃力バリ高のヤギ、そして縦置き、この縦ヤギもめちゃめちゃ強いですからね。なんかこれ、あ、縦ヤギはね、本当に何が嫌かって、あれですよ、尻尾がね、判定があるから、あー、無理、これは無理、かかれ、引っかかれ、無理ですね、負けましたやばい、2000切っちゃう。せっかく2000台でうまうましてたのに2000切っちゃいそうですね。さあ、ということで初手白クマ、なかなか難しいな。なんか安定して勝てないですね。いろいろテクニックとか覚えているつもりではあるんですが、さあ、相手は、いや、やっぱりね、大事な、おっ、かかったんじゃない。よし、ありがとうございます。あ、鹿はね、やっぱり弱いです。鹿とラクダがほんと転がりやすいんで、鹿とラクダどれだけ引かないかっていうのもね、すごく重要になってきます。さあ、まずはラクダ、お、ラクダにラクダですね。じゃあ、ここはちょっとあえて土台をね、こうスカスカに配置することによって、まあ、短期決戦を申し込みましょう。さあ、相手のこのキリンに対して、まあ、2キリンの回転、おお、危ね、2キリンの、回転挟み撃ちに対しては、この足のところがね、垂直になりやすいので、水平になりやすいので、まあ、起きやすいっていう解説をしようと思ったら、ラクダがもう転がりそうなんだが、よし、勝ちましたね。ありがとう、ラッキーパンチ2連勝。よし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 、いい感じじゃないですかいやー、ちょっとね、上級者技をどんどん覚えたいね。動物、本当にこれ突き詰めると、動物と動物がどうこう置けるかっていうのも
頭に叩き込んで戦えるような、それぐらいね奥が深いゲームだと私は思ってるんですよ。ただそこまでガチでやってる人はまずいないと。ここは縦で置くのちょっと怖いんで、こうかな。あっと、危ない危ない、今びっくりした、転がるかと思った。あのサイの後ろはね、サイの背中は確か縦でもね虎置けたんですが、ちょっとちきってしまいました。さあここは転がらないかな。ここぐらいだったら大丈夫だと思ったんだけど、大丈夫、ありがとう。これは結構強い配置じゃないか。ただしここで引いてしまう強動物、お、これは勝ったんじゃない。よし、オッケー、危ねえ。いや今ねシマウマの上に置くべきですよ多分。さあということで2100に王手かな、2070やってまいりました。いいね、3連勝中。いやー難しいなこのゲーム、本当に奥が深い。おっと、いきなりこれは崖つかみかな、崖つかみでのバトルです。おお、かなり勢いあっての崖つかみでした。崖つかみってさ、ギリギリの時にやるとめちゃめちゃ強いんですけど、今のこの初手崖つかみはただの分からせですよね。俺知ってんぜっていう、ただの分からせ。ただ崖つかみ完全に私は覚えていないので、まあそういった意味ではあの食わず嫌いにならないようにちゃんと覚えるべきですよね。さあここは来た、来たぞこの難しい配置。ちょっと待って、2キリンで大丈夫かな。1キリンの方が良かったかもしれないけど、もう時間ないからいいや。2キリンの OK セーフ。さあただ2キリンの弱点はさっき言ったように平面ができてしまうこと、そして相手は転がりやすいラクダを置いてくる。くぅ、ちょっと待って、背中置きかな。立ててもいいけどちょっと攻撃したら逆にやられそうなんで、ここは背中置き。さあ相手まだ立ててきそうですね、立ててきそうっていうか、あー強動物、これは強動物マジで。ヤギここで引くか、亀来い亀来い亀、あーキリン、キリン引いちゃった。これはちょっとね多分負けました。まあでも 3% ぐらいの確率でここでぶら下がれ、オッケー来た、よし神プレイ、これは神プレイです。あのヤギの尻尾とそして虎の前足できっちりと止めていきました。相手これ諦めるんじゃね、よし転がるだろこれは。ありがとうございます、さあ勝利いたしました。いいですね、ファインプレイが目立つ4連勝。さあ調子に乗ってまいりました。あ、2100届きそうだな、もうちょっとで。あと19でしょ、あれあなたの番。さあ虎ですね、私はね序盤からはやっぱ立てていかない主義ですね、もし何かあったら嫌なんで。さあここでちょっと待って、これ結構気をつけないといけないのが、結構気をつけないといけないよこれ、こういうのでやられると本当に痛いんで。危ねえ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 、危ない今。一瞬浮きましたね。パンダとか丸っこいから背中に置くの怖いんですよね。いやマジか、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、本当に嫌だ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 。ここは頭が重い重心を利用して神プレイ、止まれ止まれ、あーマジかー、くそー惜しい、今止まったと思ったのに。いやーこういうことですわ、全てはこういうこと。標準2100無理かな、あと1回負けたらやめます、あと1回負けたら諦めます。お、危ねえ危ねえ危ねえ、セーフ、オッケー、もうちょっと集中しよう集中しよう、マジで。ああいうのあるからね、なんて言うんだろう、こう予期せぬ予期せぬ負けってありますから、ここはもう集中していきましょう。あ、これ勝ったんじゃない、あーちゃんと落ちるか。いやこれどうしようかな、象の重心を左に寄せつつ、あーマジかマジか、オッケー、危ねえ、今日マジでミラクルに助けられてる、ミラクルドズルと呼んでください。いや相手もうまいね、ちゃんとキリンの重心が分かってる置き方。ここは一回行こうかな、ここで安定しておいて、さあ相手キリン、え、これ勝ったんじゃない、オッケー、ありがとう、よっしゃこれは大きな相手のミス。さあこれで2100に、ああファイナルファンタジーはいい、ファイナルファンタジーのファイナル、あれファイナルファンタジーの効果が消えない、あ消えた消えた、オッケーオッケーオッケー。今レートが2081、あと1回負けたら今日は終わります。2100行きてえなー、本当にまだ行ってないんですよ。さあこれ勝てば記念すべき200勝目かな。結構ねこう最近始めたっていう人も2100行きましたとかコメント欄で報告してくれてる方もいるんで、私も負けないように頑張ります。
結構初期面ですからね私なんだかんで1週間以上やってますもんね。これは怖いな。ちょっと怖い。 OKOKOK。 毎回怖がることが重要ですね。適当にノールックで置いた時にこうコロコロって転がって負けちゃうとか結構あるあるなんで、毎回ちゃんと怖がるっていうのは大事。これ厳しいな。これ厳しくね。止まれ。よし、オッケー、危ねえ。ミラクル。さあ、これは相手左に置くかな。お、そこに斜面置きしていく。それは多分無理ですよ。斜面置きは無理だと。置けるんかい。いや、置けないでしょ、さすがに。いや、置けるんかい。置けないでしょ。オッケー。やった、2100来た？どう？あー、あと5。2095、ナウ。ちょ、あと5。次勝った、次勝っても負けても終わりです。さあ、相手はゴリラ。ゴリラとか実装されないかな。新動物そろそろ欲しいですよね。いやー興奮すんな。よし、ここは真ん中にヤギ、ここ勝って2100で終わりたい。土台作りはまあ気をつけることはなしと。もっと攻めていった方がいいのかな、土台作りの時は。まあでも私の心情はやっぱりね、コントロールアニマルなんで、相手にミスを誘うような こっちから仕掛けない、それが私のプレイスタイル。常にね、安全、一番安全な置き方をしていって相手のミスを誘っていくと。結構自滅パターン多いですからね、本当にこのゲーム。さあ、ラクダは一番転がりやすくて嫌われている動物だが、よし来た、やりました。2100到達。これで2111、ありがとうございます。さあ、ということで、最高、レートをね、更新いたしましたので、まあ、今日は気持ちよく終われるかなと。またね、面白いプレイだったりとか、他のゲーム実況者さんとの、対戦コラボとかも、やっていきたいと思いますので、ぜひとも明日からも、動物タワーバトル動画よろしくお願いいたします。ということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。